ちらはネクスコ東日本です。午前11時10分現在の道路交通情報をお知らせします。はじめに京葉道路を東京方面へ走行中の方にお知らせします。京葉ジャンクション付近3キロポストで乗用車が故障して止まっています。続いて7号小松原線上り方向の情報です。都心環状線神田橋を先頭に錦糸町まで6キロほど交通集中のため渋滞しています。続いて京葉道を成田方面へ向かわれる方に通行止めの情報です。事故のため筑波内子運転から内子運営店などの区間で通行止めになっています。ハイウェイラジオ京葉道の市川よりお伝えしました。あなたの実際のネクスコ東日本、こちらはネクスコ東